新川崎駅は、神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目にある、東日本旅客鉄道の駅である。1980年10月1日に、横須賀線の、いわゆる SM 分離に際して、東戸塚駅と共に開業した。横須賀線及び、湘南新宿ラインの宇都宮線横須賀線、直通列車のみが停車する。線路名称上は、東海道本線の支線であり、品、鶴線の通称を持つが、旅客案内では、東海道線や、品、鶴線とは案内されない。相鉄、JR 直通線列車は、貨物線の線路を使用するため、新川崎駅横を通過するが、当駅武蔵小杉駅間に、区間外乗車の特例が設けられている。区間外乗車特定の分岐区間に対する、区間外乗車も参照。また当駅には各路線ごとに駅番号が与えられている。同じ川崎市内の川崎駅は JR の特定特市内制度における横浜市内の駅として属しているが、当駅は属していない。設置が決定された当時、付近の地名と南武線の最寄り駅をもとに、仮称、新鹿島田とされた。しかし、その名称だとどこにあるのかわかりづらいという意見や、もともとは、東海道本線であることから SM 分離時に川崎駅の代替駅として開業したことにより名称が新川崎となった。しかし2010年3月13日に武蔵小杉駅に横須賀線ホームが設置され川崎駅へ通じる南武線と直接乗り換えができるようになったことから駅名の川崎駅の代替という意味合いは徐々に薄れてきている。駅誕生当時は新川崎という地名はなかったが、2007年12月15日に実施された住居表示の実施に伴う町名変更で隣接する小倉、北加瀬地区の一部が新川崎という地名になった。島式ホーム一面2線を持つ地上駅で橋上駅舎を有している。ホームはカーブ上に位置している。武蔵小杉駅管理の業務委託駅。駅舎は耐震補強工事が行われた。エレベーターとエスカレーターが設置されている。崎陽軒により販売されている主な駅弁は下記の通り。2020年度の1日平均乗車人員は 21,904 人である。近年の推移は下記の通り。この場所は長く新鶴見操車場の外れにあり、駅の出入り口も鹿島田跨線橋に面しているため、いわゆる駅前商店街は、陸橋を降りたところになり、駅出口からは少し離れている。当駅の構内を含め、横須賀線の西側には新鶴見操車場跡の空き地が広がっており、一部は新鶴見信号場、新鶴見機関区として使用されている。2000年には、当駅の南側に、慶應義塾大学の新川崎タウンキャンパスが開設され、2007年には、パイオニアが事業所を開設するなど、新川崎、創造の森構想の中核として、先端技術研究を進めている。駅前駅隣接の鹿島田跨線歩道橋を渡って、すぐ駅前の鹿島田跨線橋を渡り、徒歩5分駅前の鹿島田跨線橋を渡り、徒歩5分注釈出店。ありがとうございます。